はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、くるみの話覚えてますか？くるみね、あの最強のおやつとしてね、お話ししたことがあるんですけども、その時にね、くるみを食べるのはね、1日 20g 程度がいいですよとね、お話ししたんですけども、最近ね、 20g 程度じゃなくてももっと多く食べてもいいですよとね、言われ始めたんですよ。まあでもね、なぜ 20g 程度が良かったかとね、言いますとですね、って言ってたか、いいですよと言ってたかと言いますとですね、くるみはね、あの脂質が高いんですよ。だいたいね、1日の脂質の摂取量はね、20g 程度がいいですよとね、言われてたんですよ。でも、だからくるみもね、あの1日 20g 程度にしようねっていう話になってたんですよ。でもね、くるみのね、脂質っていうのは 100g あたりは25粒程度なんですけども、それぐらいの中で 68.8g なんですよ。あの脂質が悪いことイコール体に悪いというね、印象をね、持つ方もね、いらっしゃるかもしれませんけどもね、あのくるみに含まれる脂質っていうのはね、アンチエイジングとかね、その生活習慣病の予防とかね、血液をサラサラにするなどね、その体にすごい嬉しい効果があることがね、分かってるんです。でそんな脂質というのは、その飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の2つに分けられます。で飽和脂肪酸はね、体に溜まりやすくて、あの血液の流れっていうのを悪くする性質があります。で一方、くるみに含まれる不飽和脂肪酸っていうのはエネルギーに変化しやすくてね、体にすごいいい脂質なんですよ。もちろんね、体にいい脂質ですよって言ってもね、その、まあ、摂取しすぎ取りすぎっていうのはもちろんダメですよ。あのまあ、成人の場合はですね、まあ、1日に必要な、ね、エネルギーのね、20-30% をね、脂質で補うのがね、いいとされています。だから1日の摂取カロリーが例えばね、2000kcal であれば、あの必要な脂質っていうのは 40g から 65g、70g かな、70g ぐらいまでとなってるんです。ということはですよ、くるみ 100g で脂質が 68g 程度なので、まあ、サムネイルでね、無限って書いてましたけども、無限は言い過ぎなんですけども、あの倍のね、40g まで食べてもね、脂質はね、27g 程度なんですよ。これはね、1日に必要なね、脂質のね、半分も満たしてないんです。あの 60g 食べてもやっとね、 40g ぐらいなので、まだまだね、脂質をとってもいいこの取り幅っていうのがね、あるからいけそうなんです。まあ、でもね、その 40g とかね、 60g っていうのをね、くるみで食べてしまうとね、めちゃくちゃ多いんですよ。食べてみてもらったら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ多いんです。あの見た目はほんまにね、あの多くは見えそうにないんですよ。でもね、もうほんまに何回も言いますけど、食べてみたらめちゃくちゃお腹いっぱいになるんですよ。めちゃくちゃ多いんですよ。だからあのね、正直なところですね、僕が 20g でいいですよって言ったけど、僕自身がね、あの物足りなくなって、ついついあの食べ過ぎてしまうことがあったんですよ。でもまあ、そのおかげでね、めっちゃこうお腹いっぱいになったので、まあ、その後の普通の食後の食事か、を、食べなくなったんですよ。あ、違いますよ。あの全く食べなくなったんじゃなくて、あの腹持ちが良くなったことで、あのくるみを食べた次の食事までに間食もしなかったし、あの例えば朝にくるみを、ね、食べたら、昼ご飯も夜ご飯も少量で済んだよってことなんですよ。もうあの普通にね、あの作った、いつものペースで作ったその流動食であっても、最近はね、あのよく噛むことができてるから、野菜とかをね、お肉とかもちょっと細かく切って食べるっていう、その普通の日常の、日常じゃないな、いつも通りの分量っていうのが結構なんかきついなっていう風に思えるようになったんです。それってきっとね、脂質がそうさせたんだと思います。あのね、脂質はね、腹持ちがよくて有名ですよね。まあ、例えばその脂っこい肉料理をね、食べて胃がもたれるなんてね、表現ありますけども、あれはね、その人間の体のね、消化するのにかかる時間が関係してるんですよ。夜に脂っこいものを食べて、次の日の朝にね、胃がもたれて荒れてしまうっていうのは、あのね、お肉などのタンパク質っていうのは、4時間から6時間で、脂質はね、7時間から8時間
が消化する時間なんですよ、体の中でね。そのためにですね、その消化する時間っていうのがあるから、次の日の朝にはまだ残ってるんで、まだ消化されてなくてお腹いっぱいっていう感覚がね続いてるからですよ。もう胃がもたれてるぜ、お腹痛いわ、なんかもうってこうゲップしたら出てきそうやわみたいな感じになるんです。でそれらがね、そのクルミの脂質でもね多少はね関係してるからね、まあ、たった 20g 以上のね、程度のね、まあでも 20g 以上の言うても少しの量であっても、まあ腹持ちがよく感じるんだと考えられます。しかもね、クルミのね脂質はね良質なので、もたれる感がねありません。ほんまになかったです。そんなクルミに含まれてる脂質っていうのはね、まず注目すべきはねオメガ3脂肪酸ですよね。オメガ3脂肪酸っていうのはね良質な脂肪酸なんですよね。オメガ3脂肪酸はね、その血液中のね脂質濃度をね下げてくれて、コレステロールやね中性脂肪を抑える効果があると言われています。そしてね、クルミに含まれている植物由来のオメガ脂肪酸をね摂取することで、植物由来ですよ、植物由来のオメガ3脂肪酸を摂取することで、高血圧やね動脈硬化のね心臓血管疾患、心臓血液疾患やじゃね、あの癌とかね認知症などでね脂肪のリスクがね下がるという研究結果もあります。そしてね、そのね魚由来のオメガ3脂肪酸と合わせてね摂取することがね、その効果はねさらにね高まると言われています。先に植物由来だけって言いましたけども、実は魚由来のオメガ3脂肪酸をね合わせて取ったらねすごいいいんですよ。ね、以前イワシの話しましたよね。イワシのね DHA もね EPA もねオメガ3脂肪酸なので、まあだからイワシの甘露煮とかねしてね、柔らかく食べやすくしてね食べてみてください。そしてね、ここが重要なんですけども、オメガ3脂肪酸っていうのは体内でね作ることができないんですよ。しかしね、必須脂肪酸であるためにですね、食べ物からちゃんとね摂取しなければならないんですよ。だからそんなね大切な大切なオメガ3脂肪酸がね欠乏するとですね、皮膚炎が発症するリスクがね高まるとね言われています。まあ血液ね血管性のね疾患も怖いですけども、皮膚疾患もね怖いんで、それの予防にもなりますのでね、ぜひね取っていただきたいものです。そしてね、そのクルミにはですね食物繊維がね豊富でね、しかもね良質でね、すごく体にねいい作用をしてくれることが分かっております。そしてね、食物繊維っていうのはね善玉菌の餌になってね、その増殖を助けます。またね、消化吸収されずに大腸までちゃんと届いてくれてね、便のかさをねこう増やしてくれることもね分かっております。そしてね、食物繊維っていうのは水に溶ける水溶性と水に溶けない不溶性っていうのがね2種類がありましてね、それぞれね違うね役割をね担っています。まずね、水に溶けずに水分をね吸収して膨らむね不溶性食物繊維っていうのは、先ほど言いましたけど便の傘を増やしてね腸の働きをね刺激します。しっかりね働けって言って、ね、刺激してくれるんです。さらにね、その不溶性の食物繊維はね乳酸菌とかビフィス菌といった体に良い作用をね、もたらす善玉菌の餌になるので、菌をね増やして増やしてお腹の調子を整えてくれます。逆にね、水に溶ける水溶性食物繊維っていうのは、胃から小腸へのね搬出をねゆっくりさせてくれるためにですね、糖質の吸収をね穏やかにしてくれたりね、食後血糖値のね急なね上昇をね穏やかにしてくれて、なおかつ小腸でのコレステロールの胆汁酸を抱え込んでくれて、小腸でのコレステロールや胆汁酸の吸収を阻害してくれて、こうスムーズにね体の外にね排泄してくれるサポートをねしてくれるのでね、血中コレステロールっていうのを低下させてくれるんですよ。すごいですよね、食物繊維でね。でそしてそんなね食物繊維をね餌にするね腸内細菌っていうのはね、短鎖脂肪酸やね胆汁酸などをねこう代謝して、それらをねシグナルとしてね信号としてね腸管ホルモンやね代謝臓器っていうのにね影響をねすごい与えてくれます。各臓器にね信号を送ってくれる役割をするんですよ。そして各臓器のね代謝臓器だけじゃなくてですね、脳にもね信号を送ってくれてね、精神をね安定させてくれるんですよ。その中の一つね、酪酸っていうのがあるんですけども、これね、この酪酸っていうのは以前にもお話ししたんですけどね、その食物繊維の摂取によって腸内細菌の酪酸菌っていうのが作り出すね、そもそもの酪酸っていうのがね増えるとですね、このね脳内のね免疫担当細胞のね炎症っていうのが
軽減されたことが分かっているんです。でこのようにね、酪酸の神経保護作用によってですね、脳の機能やストレス性の疾患とのね、良い関係性も明らかになりつつあるんです。そんな酪酸っていうのは、その生活習慣とかね、食生活の改善でね、増やすことができます。ということでね、これらその脳に良い酪酸や、腸内環境を良くしてくれる食物繊維、そして血液血管性疾患予防になるオメガ3脂肪酸、これらを手軽に調理することなく、おつまみ感覚で簡単に食べることができるくるみで摂取してみてはいかがでしょうか。あの 20g 程度じゃなくてね、もう 40g 程度でもね、まあ、問題なさそうなんですよ。でもね、それ以上に食べれないと思いますんでね、まあ、ぜひくるみをね、食べてみてください。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。